はい、こんにちは。コンプチャンネル TV ミネラル豊富テキスト10、これから配信していきたいと思います。よろしくと、ちょっと DJ 風にさせていただきました。今回ちょっと配信したいなと思ったのは、前回ぐらいミュウツー6体でバトルの方させて、ライコーバトルの画像を載せさせていただきましたが、ちょっとその時に思うことがあって、その思うことを皆さんにお伝えしたいなと思いまして、私なりの見解なんですけどもね、配信させてください。で、この通り、みんな羨ましいなと思ってますけども、ミュウツー6体おります。はい。で、なぜミュウツー6体もゲットできたか、やっぱりこの方すごい頑張っておりました。倒れるんじゃないかっていうぐらい頑張っておりました。いろんなスポンサージムレードバトルを回って、時間お金やっぱかけてると思います。でもその中でも田舎ってのは都会と違って、スポンサージムがこう集約されてる部分もあって、都会の方で1日スポンサージム5個ぐらいしか回れないとなると、田舎の方は多分10個ぐらい回れるような位置づけにあるのかなと。その分やっぱり EX パスの当選も、高いのかなという形に思っております。そういう意味で言えば、田舎がフューチャーされて、田舎に行って熱がゲットできてよかったなと、とても嬉しく思う、この EX パステストパスっていう感じに思っております。はい、私も、当選して4回ほど持ってます。前はそのいっぱい回ってたんで、当然回ってないと当たりません。最近当たっておりません。はい、今回、このミュウツーで、思うことっていうのは、ライコーバトルに挑む動画をこう撮らさせていただいたんですけども、皆さんも気づいたと思いますけども、意外に弱かったという、いろんな動画、山田チャンネルさんの動画でも、ミュウツー弱かったなんていう、ミュウツーって使えないんじゃないのっていう動画がいろんな感じでアップされてますけども、私もちょっと思わず絶句してしまったというか、実はこのミュウツーとライコーの相性っていうのは特段表示されてるわけではありません。エスパーが電気に弱い、電気がエスパーに強いっていうような表示内容ではございません。はい。で、1体目2体目と今バトルしていますけども、本当、ライコーさんに削られまくってました、ミュウツーが。なんかミュウツーってすごい強いなっていうイメージのもとで、なかなかゲットできないポケモンなんで、もうそういうイメージを強く抱いてたんですけども、それを抱けば抱くほどちょっと残念感があったというところは、私個人の中で否めなかったという。ただポケモンの面白さっていうのは逆にこういうところにあるんだなというのを気づけました。相性によって、このポケモン、このタイプのポケモンはこのタイプに強いっていうような部分がすごく明暗はっきり分かれて見えた部分として、ポケモンってやっぱすごいゲームだなというのを改めて感じた、バトルというか、気づけてよかったというふうなバトル内容でした。はい。で、ここでミュウツー6体負けてサイドンに変換、サイドン出てるんですけども、多分ここライコーさんにサイドン6体で彼が挑んだ場合、多分5体ぐらいでライコーをやっつけれてたと思います、このみんなでのバトルで。となるとサイドン6体で挑んだ方がミュウツー6体で挑むよりライコーにはいいと、当たり前のことなんですが、はい、改めて気づけたというような部分ですね。で、この後ゲームウィズさんのやっぱり参考資料を私多用してるんで、そちらの方でもう再度私が思うことを少し話させてもらえればと思います。そちらの方も貼り付けながら少し解説させていただければと思っております。で、実はこれミュウツー6体で挑んだら驚愕のCP1913 ライコー 100% が出たというちょっと嬉しい限りですよね、羨ましいですよね。ちゃんとゲットしております、この
個体値100の雷光さん、雷光さんをミュウツー6体で挑めば個体値100が出るっていうオカルトを信じております、私も。はい、それではこれよりあのゲームイズさんのその参考資料をちょっと貼らせていただいて、少し私が思うことを解説させていただければと思います。こちらゲームビズさんより私も常々参考にさせていただいているデータの方になります。ミュウツーの強さ基本情報ということで攻撃が1位、今のところ全ポケモンの中で1位で、ヒットポイント HP が11位で、防御が43位、総合で43位というような形になっております。で、左側の方がその特質ですよね、どのポケモンにはどのポケモンがいいかというような内容、こちらの方をちょっと参考にさせていただいて、ミュウツー何にいけるのかなというのをちょっと自分なりに解析してみました。自分なりの解析なんでちょっと間違ってる部分が多いとは思いますけども、なんとかお付き合いいただければと思います。はい、ミュウツーこうやって見るとそう、やっぱり強いなというふうな数字で見ると思いますけども、使った感覚はちょっと残念だったっていう思う人も多いかもしれません。ただやっぱりポケモンの面白さということで、このタイプにはこのタイプが強いっていう面白さがあると思うんで、それを皆さんで感じていただければ、でその中で私なりの分析をさせてもらってます。はい、で続いて これがミュウツーの属性ということで、エスパーですよね。通常技がエスパーのみということで、ゲージ技がエスパーとゴーストとノーマルと格闘、はい、こちらの方からちょっと導かせてもらったのが、まずは、ミュウツーの技、通常技がエスパー、ゲージ技もエスパーの場合、この場合サイコキネシスをゲージ技で持った場合、格闘と毒に効くということで、まあ怪力ベトベトマタドガスに抜群を取れるというような内容になってます。こちら通常もゲージもエスパーなので二重で抜群を取れるということで、怪力なんかには本当効くんじゃないかなと思っております。で続きまして、シャドーボール、ゲージ技シャドーボールの場合ゴーストに効くということで、ゴーストエスパーに効きます。ゲンガー、エーフィー、フーディンに効くんではないかと思っております。ゲンガーレードフーディンに挑む場合にはやっぱりここをゴースト技にするべきなのかなと。ただ通常技がエスパーなんで、エスパーゴーストなるんで二重というわけではございません。で続きまして破壊光線、ノーマル技にした場合、岩鋼に効くということで、まあバンギラスゴローニに破壊光線が効くんではないかと。ただこれなんだ、三角表示で抜群は取れません、今一つなんで、やっぱりちょっと破壊光線は落ちるんではないかなというふうなイメージを私は持っております。で続きまして気合玉、こちら格闘技ということで、こちらを備えた場合、ゲージ技で格闘を備えた場合、エスパー格闘にはなるんですけども、ノーマル悪岩鋼氷に効くということで、バンギラスゴローニャカビノンハピナスに効くというイメージを私は持ちました。でジム攻防の時に、カビゴンとかハピナス置いてる人多いですよね。そうなると私やっぱりたまにこちらのミュウツー使います。通常技も結構削れるなってイメージで、でゲージ技が気合玉の場合やられさえしなければやっぱり減らす能力は高いなというイメージを持っております。で私がちょっと思ったのはゴローニャ、今旬ですよね。このゴローニャにミュウツー6体で挑んだらどうなるのかなという動画をちょっと自分なりに私6体持ってないですけども、ちょっとあれば面白いんじゃないかなと期待しております。そんな検証動画見てみたいなって私は思っております。まあその方にちょっとお願いしなければいけない部分だとは思ってるんですけども、
それを出せるかどうかは分かりませんが、旬のボローニャで、バンギラスの場合もどのぐらい削れるのかなってちょっと見てみたい気もします。はい、といった私の独断の見解になりますんで、皆さんもちょっとこれを参考程度に聞いてもらって、次のバトル、レードバトルとかにつなげてもらえればと思います。今回もご視聴ありがとうございました。